米大リーグワイルドカードシリーズパドレス、ブレーブス、一日米カリフォルニア州サンディエゴペトコパーク、パドレスは一日、日本時間2日、本拠地でブレーブスと戦うワイルドカードシリーズ、2000選手、で出場資格のあるロースター、26人枠、を発表し、ダルビッシュ有投手、38、松井祐希投手、28、が名を連ねた。 ダルビッシュは同シリーズ3試合で先発登板はしない見込みだが、第3戦にもつれた場合にはブルペン待機する見込みだ。試合前にはプレラー GM が取材に応じ、松井について問われると、勇気は1年を通して大きな存在だった、とその活躍をねぎらった。メジャー1年目の松井は、チーム2位の64試合に登板して4勝2敗、ゼロセーブで防御率3、73。 9月は当板が5試合だけだったが、26日、同27日以降のラスト4試合では3試合に当板して、3当板連続で無失点に抑えた。シーズン終盤は、7月のトレード期限前に急エンジンを補強して接戦が増えたため当板数を減らしたが、GM は後半戦彼の支給が減っている。三振も取れる、チームにとって大きな存在なので、 それは彼に伝えた。今後数週間は総力戦になるので、全員が必要な状況になる。勇気もその一人だと説明。その言葉の通り、前半戦は43投板40回3分の1で23四球だったが、後半戦は21投板22回3分の1でわずか4 4球だった。松井はこの日の試合前、ダルビッシュと共にノックを受けると、 軽めのキャッチボールなどを行って調整していた。